広島からの呼びかけの提案です。提案は広島青年実行委員会の高崎健二さんです。こんにちは。原水爆禁止2012年世界大会広島決議案、広島からの呼びかけ。67年前の8月6日、アメリカの投下した一発の原爆は広島の街を壊滅させ、この世の地獄を作り出しました。今なお被爆者は体、心、暮らしの苦しみに苛まれています。核兵器の使用は人類に対する犯罪です。核兵器は一刻も早く禁止し廃絶しなければなりません。福島原発事故の被害が続く中、日本中で原発ゼロを目指す市民の声と行動が沸き起こっています。命、暮らし、平和を守る運動も大きく広がっています。これらの高まりに呼応して、核兵器のない世界を目指す運動をさらに発展させる時です。核兵器禁止条約の交渉開始を求める声は国際政治の舞台にも大きく響き渡っています。私たちの集めた署名は世界の声のシンボルとして国連本部に展示されています。私たちの声に呼応して、核兵器の非人道性からその禁止を求める政府の動きも広がっています。核兵器の廃絶へ今こそ行動を強めましょう。核兵器全面禁止のアピール署名の運動を地域組の取り組みで、秋の国連総会や来年の NPT 再検討会議準備委員会を節目として大きく発展させましょう。被爆者とともに原爆展の取り組みをさらに広げ、被爆の実相、核兵器の残虐性を広範な人々に知らせましょう。原爆被害の過小評価を許さず、被爆者施策の抜本的改善と国家保障を求め、被爆者援護連帯の活動を一層強めましょう。日本政府に被爆国にふさわしい役割を果たすこと、核持ち込みの日米密約の破棄と非核三原則の厳守、核の傘からの離脱を強く求めましょう。沖縄をはじめ各地での運動を強め、オスプレイ配備をやめさせましょう。原爆基地をはじめ在日米軍基地の撤去を求め、原子力艦船の配備や寄港に反対しましょう。憲法9条を守り、生かす運動をさらに強めましょう。放射線によって苦しむ人々を作らないという願いを一つに、核兵器廃絶と原発ゼロを目指す運動との連帯を発展させましょう。核兵器と原発の関係や放射線被害の実態、核エネルギーの軍事利用の非人道性について広範な人々とともに学び語り合いましょう。原発事故の原因と責任を明らかにし、被害者への補償と健康管理、除染と復興などを実現させましょう。原発からの撤退と自然エネルギーへの転換を求め、共同を広げましょう。市民、自治体、政府、国連が力を合わせ、今こそ核兵器のない世界への扉を開きましょう。2012年8月6日、原水爆禁止2012年世界大会、広島。お客様、到着されました。